お話の国は1990年4月2日から NHK 教育テレビ NHKE テレで放送されている幼稚園、保育所及び小学校1から3年生向けの学校放送番組である。幼稚園、保育所は言語領域の一つである読み聞かせ、小学校1から3年生は国語に対応する。2016年現在、 学校放送番組の中では最も古くから放送している番組でもある。当記事では派生番組、お話の国の百冊、お話の国クラシック、怖いお話の国についても合わせて記載する。語り手が文学作品や民話の語り聞かせを10分間かけて行う。語り手はジェスチャーを交えたり、効果音や照明効果、小道具を交えて語り聞かせを行うこともある。 楽器演奏者1名と共に出演することもある。この番組の特徴として再放送が多いことが挙げられるが、後日の動画配信実施と番組の10分間に伴うリニューアルもあり、2013年度の放送分は全て新作のみで放送された。開始当初はモノラル放送、1991年度よりステレオ放送、2004年度より字幕放送、 2012年度より視覚障害者向けに副音声による解説放送を実施の上で放送されている。また、公式サイトにおける動画配信は著作権及び出演者の肖像権との絡みからなかなか実現できなかったが、2013年度の番組リニューアルと同時に動画配信が実施されるようになった。小学校2年生向け番組だった。 言葉の国の後番組であり、これに小学校一から二年生向け番組のおとぎの部屋を統合した上で対象小学校三年生にも広げ、小学校二から三年生向け番組として1 9九十年度からスタートした。その後、初めての国語言葉が二千七年度限りで終了したことや二千九年度において子供人形劇場の再放送枠が廃止されたことに、 ともない2009年度から小学校1年生も対象に加えるようになった。2013年度には月曜から金曜の午前9時9時10分を養保省連携という形で2010年度限りで一旦廃止された幼稚園、保育所向け番組を実質的に復活させる編成も相まって対象を幼稚園、保育所にも拡大した。また、それと同時に 従来の15分番組から10分番組となり、オープニングも長らく使用していた天使の人形を、用いた実写スタイルの OP から、アニメーションスタイルの OP へと刷新されるなど、番組が全面的にリニューアルされることになった。なお、2015年度より2012年度以前に放送された15分版のうち、著作権者及び出演者の許諾を得た作品を、 お話の国の100冊として無料配信するようになった。2012年度より派生版の小学校3から6年生向けであるお話の国クラシックの放送が開始された。こちらの放送時間は当初から10分間である。2018年度に前3話、海岸を扱った怖いお話の国が放送。語り手は第1話、耳なし法一が 本郷奏太、第2話、皿屋敷が山本水希、第3話、置いてけぼりが山本優馬。絵は、前話、劇団犬カレー、泥犬。放送時間は午前10時から10時10分まで、8月13日14日15日にかけて1話ずつ放送。ベテラン俳優から、タレント、落語家、声優など多岐にわたる。語りは、基本的に一人で、 スタジオで行われるが、15分間の放送だった2012年度以前には、桃太郎の会のように二人で行ったり、先日の、桃太郎、岩田くんちのおばあちゃん、ゆたと、不思議な仲間たち、半日村、あの時好きになったよ、どんぐりと山猫のように屋外で行われた場合も、あった。2015年度から、NHK フォースクール内にある、動画サイト、スクール動画アイランドにて、 倉出し動画の一つとして、2012年度以前に放送された15分版の本番組から、著作権者及び出演者の許諾を得た作品について、無料によるストリーミング配信が開始された。ふとじは、お話の国の百冊にて配信されている作品及び出演者である。ほか、この番組の派生版として、小学校3から6年生向けの国語番組、 お話の国クラシックが2012年4月2日より放送されている。字幕放送及び視覚障害者向けに副音声による解説放送を行っている。また、放送開始と同時に公式サイトによる動画配信も実施している。これは従来と同じく各界の俳優、タレントの数と語りのスタイルはそのままに古典文学にスポットを当て、 朗読者がその時代の衣装をまとって朗読するというものである。単なる作品の朗読にとどまらず、現代風のアレンジを交えて説明するコーナーもあり、2011年度から完全に実施された学習指導要領に基づいて始まった小学校の古典文学授業の映像教材としても活用できるように作られている。お話の国クラシックの開始により、 従来からのお話の国と合わせて小学校全学年を対象とする形となった。いずれも日本時間。2010年度までは主に火曜日が本放送に当てられていた。また、基本的に本放送は9時台に放送されているが、2003年度から2004年度は小学校向けの国語、算数、英語の3分野について基礎、基本の確実な定着を目指した。 基礎、基本ゾーンを月曜日から金曜日の10時10時30分に集中編成した関係で、当番組も10時台前半の放送となった。2011年度以降は、基本的に各曜日ごとに強化を固定するようになり、本番組も他の国語、算数番組と同様に月曜日の放送となった。当該番組は、幼稚園、保育所の時間で放送していた。 人形劇とも、統合、両番組の後、番組として、子供人形劇場を1990年4月5日から放送開始した。物語に登場する、広島市立本川小学校にて撮影された。話題鼓奏者である、レナード・エトーと共に出演。パーカッショニストである、千葉清彦と共に出演。サックス奏者である、平原誠と共に出演。 パーカッショニストである山口智と共に出演。公式サイトでは一部のページで本田力とご表記されている。平成15年度学校放送番組と利用の手引きから小学校3.4年生平成15年度平成16年度 NHK 教育テレビジョン放送番組時刻表アーカイブド2015年3月9日アットザウェイバックマシン放送延期のお知らせ アーカイブド2014年10月7日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、NHK ホースクール。ありがとうございます。